ロングビル公爵夫人、アンヌ・ジュヌビエーブ・ド・ブルボンコンデは、ロングビル公、アンリ2世ドルレアン・ロンの妻。コンデ公、アンリ2世と、妻、シャルロットの長女として、バンセンヌ要塞で生まれた。当時、両親は、マリー・ド・メディシスの重臣ダンクレ公と対立し、監獄に収監されていた。弟は後に、大コンデと呼ばれる、ルイ2世、コンティ公となった、アルマンである。アンヌは、パリのカルメル会修道院で厳格な教育を受けた。幼少時、母の実弟で、叔父のモンモランシー公アンリがリシュリューとの戦争に敗れ1632年に処刑されたり、母の重兄モンモランシーブットビル伯が処罰されたりと、身内の不幸を見てきたが、彼女の両親は、リシュリューと良好な関係を保ち、1635年に娘を社交界に出した。アンヌは、社交界の花となり、1642年にノルマンディー知事のロングビル公、アンリ2世と結婚した。彼はアンヌより24歳年上で再婚であり、結婚生活は不幸だった。リシュリューの死後、父は幼いルイ14世の摂政団の長となり、弟ルイは1643年のロクロワの戦いを勝利に導くなどしたため、アンヌは政治的重要性を帯びた。1646年、宰相ジュール・マザランに抜擢され、ミュンスターへ向かう夫に同行した。彼女は、ヴェストファーレン条約締結に活躍した、ドイツ人外交官たちを魅了したという。帰国後、アンヌは、ラ・ロシュフ公公と恋に落ち、彼は、自身の栄達のためアンヌが弟たちを、意のままに動かすことを望んだ。彼女は、弟コンティ公を動かし、第一期のフロンドの乱の精神的指導者となり、夫アンリ2世を失望させたが、もう一人の弟コンデ公は姉に従わなかった。ラ・ロシュフ公が望む地位を手に入れ、平和が訪れてもアンヌは満足せず、第二期のフロンドの乱では、最初はコンデ公を、次にテュレンヌ元帥を操るなど暗躍した。反乱の最後の年には、ヌムール公に同行して、アキテーヌにいた。ラ・ロシュフ公はアンヌを捨て元の愛人シュブルーズ、公爵夫人、マリーの元へ戻っていた。ラ・ロシュフ公と別れ宮廷で不名誉な立場にあった、アンヌは、信仰に救いを求め、ルーアン知事となった夫に同行し、そこで全公に自身を捧げた。アンヌの師となったのは、ポール・ロワイヤル市の中で有名な、アントワーヌ・サングラン市であった。ノルマンディーにいた彼女がパリへ戻ってきたのは、夫の死んだ1664年だった。ジャンセニズムに深く傾倒するようになったアンヌは、周囲をうんざりさせ、異彩を放っていた。そんな彼女を、ルイ14世は許し、どんな時も敬意を示した。彼女は、ポール・ロワイヤル派の保護者となり、二層として生活した。夫ロングビル公、アンリ2世の子として、以下の子を設けた。ありがとうございます。